今ってすごい YouTuber がめちゃくちゃ住みがたかってるんですよ。自己物件に。そう、あの不動産屋に聞いたら、あのもうのこぞって YouTuber が借りに来ますと。自己物件借りて配信したらすっごい再生回数が上がるから、 YouTuber のせいで逆に自己物件が人気になってるから借りるのも難しいかもしれないなっていう。いや、こんなことちょっとあの聞いていいかわからないんですけど、はい、ダメだったらちょっとカットしてほしいんですけど、はい、タニシさんってそのご結婚は。結婚できるわけないじゃないですかそんなことばかすめて。いや、あの例えばただでさえたくさんの人と暮らしてるのに、そのなんていうかパートナーとか、うん、いらっしゃったり。パートナーは自己物件住んでからほんまにできないですね。いや、ですよね。一回ええ感じやなってこういたんですよ、うん、で、その子すごい自然派な女性だったんで、はい、山でデートしますよと、ハイキング行きましょうと、ほうほう。そしたらなんか飛行機の音みたいなのが聞こえてて、ゴーって音が聞こえて、あれ近くに空港あったかなって思ってたら、目の前に20メートルぐらいの大木がこっち向かって倒れてきてたんです。怖い危ない。で危ないってなってその子突き飛ばして、その僕とその子の間にバーンって倒れて、で女の子の方がね、タニシさんについてる人が嫉妬したんですねって言われてでも知ってはいたんですか、パートナーさんは、はい、あの自己物件あ知ってます、知った上でハイキング行ったんですよ。たら、まあ、目の前に木が倒れてきて、で倒れた後に、あ、谷さんについてる方が嫉妬したんですねそんな落ち着いた返しできます？その状況で。そっから本当にもう、連絡先がなく、なんていうのかな、消えちゃったんですいや、そんな、そんな理解ある人もう出てこないですよね。いや、でもだからその子はその子で自分からフェードアウトしたんでしょうね。うん、これはこれ以上は続けられないと思うんですよね。怖くなっちゃって、まあ、それ本当悲しい失恋物語ですね、これそうですね。いや、だってルナさんもその例えば付き合ってる人が自己物件住んでるってなったらちょっと家行けないですよね。いや、でも正直やめなよって言いつつちょっと遊びに行きたくなりますね。なるほど、一回遊びに行って引っ越しさせるかもしれない。僕はまあ仕事で住んでる部分もありますけど、好き好んで住んでる人ってもう取り憑かれてる可能性ありますからね。そうそうそう、どう考えても引っ越した方がいい物件引っ越さないやついますよね。いるんです。それでも疲れてるってことなんですか？だと思います。あ、取り憑かれてるっていうことですか？取り憑かれてるっていうか、まあ、その家に見入られてるっていうのか、うん、だってあなたそこに引っ越してから、例えば彼女とも別れたし、事故もしてるし病気もしてるし仕事もうまくいかなくなったしって言っても転落人生みたいな、うん、でじゃあその家がすごく居心地いいかって言ったら6畳ワンルームでクーラーもついてないとか、うん、で部屋もめちゃくちゃ汚いのに居心地いいって言い続けるんですよ。あれ何なんでしょうね、あれ。あれ何なんですかね、マジで。いや、本当はね。で、ある日急に我に帰ったかのように引っ越しするとかあるんですけど、で引っ越してみたら後日話聞いた時に、いや今考えるとあそこになんで6年もいたか分かんないとか。あれは何なんですか？あれ何なんでしょうね。取り憑かれてるんですかね。家族ごとおかしくなった人とかもいますからね。そこで住んですぐにお母さんが亡くなって、で兄弟3人が残って住んでるんですけど、あの一番上の長男が急にお酒飲めないはずなのにお酒飲み出して、で変な言動ばっかり言うようになって、で会社で大きなミスして借金背負って、で出勤途中に車にひかれて頭打ったんですけれども、謎の無事でだけどレントゲンみたいなCT 撮ったら、80代並みに萎縮してますって言われたりして、それが事故なのか先天性なのか分からないみたいな変なのって、で結局なんか広島に飛ばされるんです、大阪の住んでたんだけど。で次今度妹もおかしくなって弟もおかしくなって、で戻ってきたお兄さんが、転勤明けて戻ってまた大阪戻っていたお兄さんが、今すぐこの物件を出るぞって言うんですよ。俺は広島に行って気づいた、ここにいるからみんなおかしくなるんだって言って、で分かったって言ってたのに、またお兄さんお酒飲み出して、うん、やっぱりここがいいなって言って。自己物件いいところ全然ないじゃないですかやっぱり家賃が安いっていうことぐらいですかね。いや、他にもありますよ、全然自己物件住んでいいこともあるんですよ。まあ、僕住んだ時一番最初の物件ですけど、なかなか心霊現象って起きないんですけど、
確実に起きたのがお風呂入ってる時に鏡から文字が浮かび上がったんですよ。怖っ。文字文字カタカナでシーって動いた感じで、やっぱ次ねっていう感じでしねってなるじゃないですか。ですよね。違う、次ちっちゃいやーが浮かぶシャ思ってたのちゃうな。次まだ文字が続く、うん、シャン、シャン、まさか最後プー、シャンプーえ何この心霊現象と思いながら知らないタイプの分かんないんですけど、シャンプーのポンプなんかポンって押してみたらスコスコスコってなって空っぽになってた。いいお化けじゃないですか。替え時教えてくれるって。いいお化け。ええー、やつもおんねやってことです。そうですね、いいお化けもいるんだ。いいお化けもいるのかもしれないです。うん、だからそういう、そういう意味ではメリットですよね。残念ながらシャンプーはメリットじゃなかったんですけどね。ちょっと。ちょっと。まあ、事故物件の今メリットデメリットいろいろお伺いしてきましたけど、はい、全て踏まえて谷さんは事故物件に住むことをおすすめされますか。はい、家賃も安いし、あとはまあ本当なんだろう、自分は大丈夫って思ってる自信がある人は大丈夫だと思うんですけど、うん、はい、なんだろうな、興味本位だけで住んでしまうと結構引っ張られる人は多いのかなっていう気がします。どこまでその気をしっかり持てるかだと思いますね。なんか事故物件のせいに しやすくなるんです、あの嫌なことがあったら、あ、ここ事故物件だから自分は嫌なことがあるんだって言ってどんどん落ちていく人が多くて、その結果また次の事故物件になる可能性もあったりするんで、あ、心変わりしたって違う話していいですか。まだ聞いてない。もう一目で分かる変な部屋がありまして、ドアノブ鎖でぐるぐる巻きで南京錠ついていて、接着剤とかいろんなもので埋めた跡が、絶対に開けないでください。